すぐ春です。新メンバー3人目のレイサです。同じく新人のまゆかです。どうぞよろしく。今回は同時配信している大分二期会のクリップにちなんで二期会のトリビアです。オペラの団体なのよね。今は公益財団法人東京二期会になっているんだけど、元は1952年に結成された声楽家の任意団体です。芸壇の学長のおじさまが設立メンバーの一人なのよね。中山定一さんね。東京音楽学校、今の東京芸大ね。そこの出身者がオペラ研究会を作って、1951年11月27日に東京の日比谷公会堂で文部省芸術祭参加作品としてベルリオーズのファウストの号罰を上演したの。そこに中山さんがいたの？そうじゃなくて、その時の人たちを先人としてバリトンの中山さんとソプラノの三宅春江さん、メゾソプラノの川崎静子さん、テノールの柴田睦夢さんが12人の仲間と先人が1期なら自分たちは2期だってことで2期会を結成して、1952年2月25日から28日に日比谷公会堂でプッチーニのラボエームを東京交響楽団の演奏で初演したの。活動の目的は？オペラ公演、声楽家サークル、音楽事務所、オペラ研修施設などの活動の中で、オペラ公演を安定的に継続させるには強力な財政基盤と確実な支援体制の必要性から、1977年6月に文部大臣の認可を受けて二期会オペラに関する講演活動を行うことを目的とした法人、財団法人二期会オペラ振興会を設立して、二期会とともに日本最大の演奏団体として日本におけるオペラの復旧と発展に向け質の高い講演を行ってきたの。団体が2つあるの？ごめん、ちょっと混乱しやすいんだけど、声楽家の団体として2期会があって、その団体を助ける財団法人があるって考えて。両方とも2期会なのね。2期会と2期会の支援組織っていう風に考えて。プロ野球の巨人の選手会が独立してる感じかな。そんな感じなんだけど、2期会結成53年目の2005年に声楽家団体の2期会は解散して、財団法人の方も公益財団法人東京二期会になって、その中に声楽会員組織二期会があるってことになったの。巨人と選手会の関係になったわけね。そうです。今は会員、準会員合わせて2700名が所属しています。それは選手会の方ね。東京ってついてるってことは他のところにもあるのね。あります。1964年に関西と北海道にできて、70年に名古屋、73年に中国、四国、2010年に大分にもできました。九州は大分だけなのね。そうです。学長は東京二期会の理事長も兼任してるから、学長になった2年後に大分にも二期会ができたの。音楽科の卒業生がたくさん所属してます。今回のクリップはその先輩たちが歌ってるわけね。シュトラウスの生涯の時も歌っていただきました。今年はどんなオペラを予定してるの？2月にフランス国立ラン歌劇場との共同制作で、三島由紀夫原作、真由泉敏郎作曲のオペラ金閣寺、4月にはギュスタフ・フロベール原作、ジュール・マスネ作曲のエロディアード、6月にはオスカー・ワイルド原作、リハルト・シュトラウスの作曲サロメ、そして10月にプッチーニの蝶々夫人をいずれも東京文化会館大ホールで上演します。エロディアードっていうのもサロメの話なのよね。そうです。オスカーワイルドのサロメは悪魔的なのに対して、エロディアードの方のサロメはかなりロマンチックになってます。エロディアードっていうのは、夫である王様が舞姫のサロメに惚れてしまって最初嫉妬するんだけど、そのサロメが実は昔捨てた娘だと知って愕然とする王妃の名前。どっちのサロメも預言者に惚れてるのよね。そうなんだけど、細かいところで違ってるの。その違いを味わってもらおうというのが企画意図です。でもオペラって高いんじゃない？
金閣寺とサロメは一番いい席が15,000円、エロディアードは10,000円、安い方はどれでも6,000円ですから、 J-POP のコンサートと変わらないでしょう。意外と安いかも。おめかししてオペラ鑑賞っていうのはちょっとかっこいいですよ。大分でも見られるのかな。去年はバラの騎士をやったし、今年も秋にはオペラが来るはずです。イーチコグランシアタは本格的なオペラピットのある九州では貴重な劇場ですから、ぜひ一度オペラを見てみてください。大分に機会の定期公演なら、今回のように名曲の数々をまとめて楽しむこともできます。ということで今回はここまで。それでは皆さん、ごきげんよう。